p g m へ、カート2はフランスの PGM プレシジョン社が開発、製造している狙撃銃である。同社の展開するウルティマラティオシリーズでは最大の 12.7mm 弾薬を使用する。ヘカートとはギリシア神話の女神ヘカテイのこと。フランス陸軍が大型狙撃銃 FR-12-7 として正式採用している。これは不都合で 12.7mm、後継ボルトアクションライフルを意味するフーゼルアレパティションでカラバー12、7を略したものである。NATO 標準の重機関銃弾薬である。50BMG を使用するボルトアクション対物ライフルで約 1800m 以上での射撃を想定して設計されている。2000年代前半までは他のウルティマラティオシリーズと共に ベルギーの FN 社ブランドで販売されていたが、現在は PGM プレシジョンの自社ブランドから販売されている。ヘカート2は他の PGM 製ライフルと同様の金属製、スケルトン構造を採用し、スケールアップが施されている。射撃精度を高めるため、前方に2脚、後方に1脚を装備し、これらは両方とも調整が可能である。重傷も 調整式で、手の体型に合わせることができる。放熱と重量軽減のため、重心表面に、螺旋状の溝を掘るフルーティングが施されている。また、射撃の反動を 7.62EX51mm、ナトー弾用小銃程度に軽減するために、高効率のマズルブレーキを装着している。標準的な小準機として、10倍の望遠性能を、 モツツクロム LTEJ10 回1照準メガネが正式化されている。フランス陸軍は FR-12.7 を長距離射撃、嫌がらせの射撃、カウンター掃撃に使用している。また、不発弾を安全な距離から破壊するためのハイプを使用した大物ライフルとして用いられる。PGMA カート2の登場作品を表示するには、右の表示をクリックしてください。 ファントムフォーセスメインウェーポンとして使用が可能。ケイトセミニスティリアムスタブジェスティーケイトサバル、スナップライリルビー、ハットアルメ、イーデテール、ラッテビアン、ナショナルアームドフォーセス、ファクツアンドフィギュアス、ハットスロビニアンアームドフォーセス、アーミメント。ありがとうございます。